ケビン・ケイ・メアは、アメリカ合衆国の弁護士、外交官。学位は、法務博士。NMV コンサルティング上級顧問。在日本大使館政治軍事部部長、在沖縄総領事、国務省東、アジア、太平洋局日本部部長などを歴任した。アメリカ合衆国国務省に入省し、外交官として活動する。在日本大使館の政治軍事部にて部長を務めた後、 大沖縄総領事に就任するなど、養殖を歴任した。国務省の東、アジア、太平洋局にて、日本部の部長を務めていたが、絶下事件により解任され、異岸退官した。退官後は、リチャード・ローレスらが運営する民間コンサルティング会社に上級顧問として勤務する。日本語が堪能で、妻は日本人。サウスカロライナ州フローレンス生まれ。 高校を2年で飛び級し、大学でも1年を飛び級して1974年に19歳でラグレイン自大学を卒業して近代ヨーロッパ市の学士号を取得。1977年にハワイ大学大学院で近代東、アジア市の修士号を取得。1981年にジョージア大学法科大学院で法務博士号を取得。 修士課程では中国語を学び、当時習っていた太極拳の影響などから興味を持った宗教学や東洋史を専攻していたが、宗教学や歴史学を学んでも就職が困難であったため、法律学に転校した。ラグレインジ大学で出会った日本語を教えていた慶応義塾大学の日本人女子学生と結婚。ジョージア大学在学中は同大学で、 国際法を講じていた、元アメリカ合衆国国務長官のディーン・ラスク教授の元で研究員を務め、ラスクから外交官になることを勧められる。1981年、ジョージア州アトランタにて弁護士資格を取得。同年、半年間の弁護士事務所勤務を経て、27歳で国務省に入省。アメリカ外交官に多い IB リーグなど、アメリカ合衆国先海岸の 名門私立大学出身ではなく、アメリカ合衆国南部の州立大学出身で、国務省内に同窓会などもなかったが、ウォーターゲート事件を受けた転換期の中、採用方針が、地方州立大学からも採用する方針に変わり、採用された。1982年から1984年まで在香港総領事館にて副領事。その後は、 いわゆるジャパンサークルとして日本畑を歩み、1984年から1986年まで、中日大使館にて、経済担当に等書期間。1986年から1988年まで、国務省日本部にて、経済担当官。1988年から1989年まで、国務省横浜日本語研修所にて、語学研修を受講。 1989年から1992年まで、中日大使館の政治軍事部にて副課長。1992年から1995年まで、アメリカ国防総省に出向し、アメリカ空軍副次官室にて、国際政策課長。1995年から1997年まで、国務省の科学生物ミサイル核参謀止部にて、副部長。 1997年から1998年まで東京大学東洋文化研究所にて客員研究員。1998年から2001年まで在福岡領事館にて首席領事。2001年から2004年まで中日講師館にて環境科学技術担当講師。2005年から2006年まで中日大使館にて政治軍事部長。 2006年から2009年まで在沖縄総領事。2009年国務省に起任、東、アジア、太平洋局日本部部長。しかし、沖縄総領事時代からの数々の実家により2011年3月10日、解任。当初は夏まで勤めてその後は、アメリカ国家安全保障会議アジア部上級部長。後任はイラク大使館政治担当参事官の、 マークナッパーと目されていた。日本部部長解任直後に起きた東日本大震災においては国務省内の特別作業班で友達作戦をはじめとする対日支援の調整役を務めた。4月6日付で国務省を退職。日本部長公鉄に不満を持ったことによる遺願退職と報じられた。退職後の15日に産経新聞電話インタビューによれば 愛する日本で一番嫌われ者の米国人になるのが耐えられなかったなどと話すとともに、報道された発言は、米軍基地再編を妨げようとするグループの歪曲によるもので事実に反するものであると主張した。共同通信による報道後、メアは、ジョン・ルース中日大使とカート・キャンベル国務次官補に、報道を否定する電子メールを送信し、メールの内容をもとに報道を否定する東。 アジア局名義の報告書が作成されたが、ジェームズ・スタインバーグ国務副長官の指示で取りやめになったという。メアは事実関係の確認をせず幕引きを図った同国務副長官への不信感を語った。こうした経緯については、ヨーロッパの米国大使館勤務と引き換えに口止めされていたという。リチャード・ローレスらが創設した NMV コンサルティングにて、 上級顧問に就任した。使用済み核燃料の再処理問題を手掛けており、2011年5月には、日本の総理大臣官邸を訪問し、外政担当内閣官房副長官補の河井、近尾と面会するなど、積極的に活動している。在中総領事在任中の言動に対して、軍政中の琉球列島高等弁務官と何ら、変わらないとの声が上がったと琉球新報で報じられた。 また2008年7月には、こんな総領事はいらない。平成のキャラウェイ気取りはやめよと琉球新報から、社説で非難された。著書、決断できない。日本の中で、沖縄県議の安市の米軍普天間飛行場に、近接する小学校の移転をめぐり、日本政府は移転しようとしているが、伊波陽一前市長が反対している。 小学校の危険性を政治利用していたと記述したことに関し、伊下から2011年10月26日、同志が1980年頃から国に移転要請してきたが国が応じず1992年に頓挫した経緯を示された上で移転に反対したことはなく、名誉を傷つける悪意のある内容だとして、名誉毀存罪で那覇地検に告訴された。メアは、 本の記述は事実で告訴は不当だと語った。最終的に、那覇地検は必要な捜査を行ったが、虚偽であると断定できる証拠がないとして2012年12月20日付で、権議不十分による不起訴処分としたまた、民事訴訟も行われなかった。ありがとうございます。